裏メニューがありまして、超激辛マシマシ、匂いがラー油と山椒、かっこいい。皆さんこんばんは、激辛マスター元男の子のアッカノンと渡るです。今回はですね、私が渡るくんのためにめちゃめちゃ激辛のお店を紹介します。紹介してくれる、はい、今ここにいるお店なんですけども、あの新大久保、あ、違う、下北沢の無国籍ダイニング一心さん、ここのお店はですね、めちゃめちゃ激辛の有名な料理があると。はい、料理があるんですよ。どれだっけ、あ、これで、これは普通の辛さなんですよ。ただでさえ、まあ、辛いんだけど、裏メニューがありまして、店員さんに超激辛マシマシに、今回していただきます。お、完食率が前情報によると 7% とか、めちゃくちゃ少ないね。渡るくん、辛いのなんか得意っていろいろ言ってますけども、今回渡るくんをあの打ちのめすぎます、ボロボロになっていただくっていう動画なんで、心してかかってください。まあ、私を見習って今日は頑張ってくださいということで、すいません、このメニューをお願いします。超マシマシの激辛の、あ、できますよ。マシマシにします。はい、本当にやばいですかこれ。結構やばいと思いますけど、マシマシでいいですか。はい、こういう美味しそうな麺いっぱいあるんですよ。うわ、これうまそう。豆苗、豆苗って言うんだ、豆苗だと思ったわ。なに、渡るくん、今日仕事だったんですか。エッチな仕事、男優とか。え、今日はスーツもんだからね。なに、スーツものって。チョコボールでしょ、ブラックホール渡るは。なんか顔に毛がついてる、なんかついてない。え、いや、なんか今フラッシュバックしたんだけど。鼻くそじゃないからね、あの、こんなについてるな。ついてる、ついてる、ガチで。でもこれね、自分で取れないから俺が取ります。うん、ちょっと、これもうちょっと、うん、うん、鼻毛入ってないけど見せたくない。うん、ありがとうございます。またあれでしょ、のろけ見せんなよって言うでしょ。のろけますよな。たまにはさ、うちがさ、女っぽいさ、いつもなんか逆っぽいって言われるんだよ。渡るくんの方が女の子みたいな感じで言われる。じゃあ私がちょっと女っぽくする。いくよ、じゃあ、いくよ。半歩下がって、なんかこうやって。渡るくん、いや、おかしいだろ。いや、でも今ぽかったよ、めちゃくちゃ。ほんと？じゃあもう一回。顔はどうにかなんの？私、普段こんな甘えん坊じゃないんで。そういう素振りすら見せないよ、なかなかね。見せない、見せない。1万人いたらさ、700人しか食べれないでしょ。そうだね。じゃあ10人いたら7人しか食べれないってことでしょ。じゃあ7人食べれないでしょ。そしたら 70% になっちゃうから。0.7 人でしょ。はい、若いからな、アダル君は。本当に今日8時半待ち合わせなのに8時に到着してるんですよ、下北沢ね。いや、なんなら、あ、そうだね、アマゾンプライム見てた。やっぱりな、なんかな、ちょっと理解し合えない。でも最近さ、アップローチさ、これさ、あの、ちゃんと使うようになってから、スケジュール管理すごく綺麗になって、上手になって。だよね、うん、やっぱりそうだよね。だって連絡しようと思う前に連絡が来た時、うん、感動するの、すごいと思う。はい、めちゃくちゃいいと思います。ありがとうございます、よかった、買って告白ちゃんとしてます。ちょっとなんか近くない、なんかもうちょっと暑い、なんかめっちゃ暑くなってきた。なんで、やめて、もうやめて、やめて、くっそ。近くない、なんかさっきから。いや、寄っちゃうんだよね、なんか。なんでもう、え、わかんない。いくよ、一斉のせ。違う、なんでこうなの。話しなりません。指ドリル剣ってやったら受かんないか、これ。フィンガードリ剣は今、あの、私準2級。ああ、準2級なんだ。うん、でも指ドリルで何か粉砕したことある？ある。あのね、友達とうち登山したの、うん、ほんとあと 100m ぐらいで頂上に着くっていうところで、うん、なんか友達が、あの、なんかいきなり大きな、ね、石がなんか頂上からゴランゴランって転がってきたの、うん、で、カノちょっと助けてみたいになって、それ私が岩に向かってやったら、バーンって岩がぶっ壊れたの。で、それ友達がドラマじゃん。なんか音が聞こえる。来た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 、下北。
これいらないんじゃん。しゃあ、滑らせることができたぜ、渡辺に。ありがとうございます。やばっ、どうぞ。匂いが、この匂いって何ですかね。山椒は結構効いてます、ね、うわやば。確かに。ありがとうございます。これですよ。これやばいね。ちょっとさ、すくってみて。うわー、ラー油と山椒がすごい。あ、怖くない。おいしそう。え、おいしそう。怖なんだ。おいしそう。いっせーの、いただきます。いただきます。うわ、食欲はすごいそそる。いい匂いする。お、女っぽくない？なんかいい匂いする。まんじ麺なくね。麺ないよ、だってこれ豚肉だもん。 あ、そういうことか。うん、ボタミッコ勘違いしてた。私の親戚、フィリピン人。さあ、これこれ告げるに、たくさん食べていいや。あ、でもこれ美味しそうだよ、案外。うわ、唐辛子入ってた。あたるくん、具多めに入れたね、私の。え、あ、バレた。大きくなってほしい。うわ、匂いが。じゃあ、いただきます。まあ、辛いけどいける。すげえ美味しい。美味しいっしょ。野菜がトロトロ。美味しい。いや、なんか体にすごい染み込むなと思って。いや、でもすごい辛いこれ。美味しいけど、うわ、禁止状態じゃん。何が？いけいけ。うん。うん。辛い。めっちゃ辛い。やばい、もう汗。あ、暑い。飲むの？まあ、でも、あの、いけるわ、私も。なんかね、あの、甘辛って感じかな。食べれないもん。おかわりする？ん？おかわりする？うん、おかわりする。やべ、汗がすごい。全然私汗かいてないよ、ほら。あの、喉にくるね。辛くないけど喉にくる。熱いよ。うん、うん、すいません、視聴者さん、ごめんなさい。これ食べたら咳止まんないんだよね、なぜか。めっちゃ汗かいてんじゃん。やばいじゃん。辛いよ、負けました。無理。弱え。口ほどでもね。でも食べるよ。あの、視聴者さんに、あの、こんなね、ただのひよってるところだけ見せてもね、あの、しょうがないんで。元男の子、青木香の意地見せますよ。そこら辺のね、あの、人と違うってところ見せます。いきます。サウナ入った人ですか？くっついちゃう。イケメンの渡るくんが、やめてください。顔が油ぎっしゅでリトルくんになってますよ。多くない？あと俺行く。え、もうちょっと行く？かっこいい。ね、渡るくんって正直ね、辛いのめちゃめちゃ強い。正直多分強いと思う。普通の人より全然強いと思う。全然か。インドカレーとは違う辛さなんだよね。喉を通過する時のなんか地獄の痛さみたいな。口の中ではなんかあのラー油みたいなのが包んでくれるんで、そんなに痛くないんですよ。喉を通過する時と、あと唇の周りが痛いみたいな。しょっぱいっていうところのなんか最強バージョンにしたみたいな。うん、カーッとくる感じ。すっきりした辛さではあるんだよ。ただ来るのが一瞬でドーンってくる感じ。わっ、唐辛子噛み砕いたら粉みたいなのに喉刺さって入った。どうなんだろう。
いや本当にマジで喋る余裕がない。何今の声、金髪先生バカ野郎。あ、違う、それビートたけしでしょ。私、渡るくんにはもう減って、これだけでいいですか。これは食べます、全部。でした。あれ、人だけなんか夏に行った人ですか。本当だよ。いやでも無事に食べれてよかったわ。まあ今回アダル君のあの勇姿をね見届けたってことで、少しでもアダル君頑張ったねって方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もありますので、そちらも頑張ったらお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。大喜利もよろしくね。欲しがりか。次会うときは法廷ですよ。お願いします。